皆さん、こんばんはティン、ダーメク君は、金武です。日本ハム、負け越し決定しまいました。セパ、交流戦、負け越し決定です。12球団ナンバーワンの打率でありながらもね、交流戦の打率は残しながらも、まさかの、最後の最後までドローだとはびっくりしました。はい。負け越しぎ、本当に申し訳ないです。新庄監督も、あぜんです。はい。次、阪神戦で勝っても、負け越しはすでに決定でございます。はい。阪神戦で確か、打点中心試合あったで、ファンの皆さんに申し訳ございません。 確かにね優勝の可能性もあったかもしれなかったけ、ね、ど、こういう戦だけなく、ペナントレース優勝の可能性あるかどうかコメントでお願いします。でもソフトバンクとは8.5ゲーム差、ピンチです。乗ってともね。5ゲーム差、2位陥落の可能性もあるかもしれません。新庄監督、今季限り解任の可能性も考えられるかと思います。確かにこういう戦の中、水谷が活躍、あの、現役ドラフトで活躍した水谷、大覚醒あとはまあ、投手としてはカトックス、伊藤博美、山崎幸也、 あとはば、そうです。マンチューこと、マンダミ中世、マルティネス、軍事、マルティネスを我慢強く4番企業はすごいですね。はい。あとはば、イソバタ、あとは他の選手も、ドキドビ成長してますね。以上です。バイバイ。